アングラーズビッグジョンチャンネルということで今日も始めていきたいと思います。マサブルです。チゲブルです。あれちょっと今日何かが足りない。どうしたんですかね。どうしたんですかね。何かが足りない。ヒデブルがいない。そんな時今までありました？ありえる。バカは風邪ひかないってよく言うじゃん。引いたね。引いた。どうした？知りまへん。そんなことあるんだ、うん、ってことはあいつバカじゃないってこと。バカではないとは思うんですけれど、うん、なるほどね。先ほど1万円の食料と飲料水と1億円分のハートを届けてまいりました。何言ってる？いいのこれ見ちゃって。何が？まあいいか。いいない全然、はい、今日はあの2人のあのちょっと待って、そんなんダメ、何言ってるの、いいの？何？ピーで大丈夫ですよ、ピーで、うん、あの、お願いしますね。お願いします、はい、あの、あ、違うの、はい。それは冗談で、今日は、アングラーズビッグジョン、秋冬の、まあ、そうだな、カットソーのメイン商材、スウェット、はい、入荷ということで、第1弾ということで、これ2回に分けてちょっと説明します。今日はクルーネック見えてますけど、今日も今日も見えてる。今日も見えてる。洗えば洗うほど首が詰まる。自殺願望ありっていうね、はい。で、来週、パーカー編ということで、2週に分けて、その頃にはヒデさん持ってるかな。持ってますね。持ってます。戻ってますね。はい。今日もお疲れのシゲブルでございます。はい。はい。なんで今日ねちょっとね2人だから頑張らないとね。頑張ります。でもあいつ普段喋ってないからね。そうですよ。ただここの空間を埋めるだけに、うん、のためにいますから。そう。はい。あのあんまり気にせず。でもちょっとやっぱ画面寂しいよね。寂しい。なんかさ、いつもここにそう。入れといたら差し込みを。あ、そうですね。無謀っていうの。入れときますわ。うん、入れといてください。はい、はい、ということで今日はスウェット、まあ冬これから寒くなる、うん、絶対着ますもんね、うん、絶対着ますもんね。ちょっと唾が溜まっちゃったけど着ます。もう一回唾飲んで絶対着ますもんね。よし言えた。うん、あの必要不可欠なアイテムということで、クルーとパーカーで今日はクルー編。まあクルーっていうのは簡単に言うと丸首。丸首いいんじゃないですか。シゲブルさん大好き丸首。まあパーカーも好きですけどね。パーカーも好きです、はい。ただ首がどん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 締まる T シャツを着てるというだけで、そうです、はい、ですね。あれ脱いでるじゃないですか。何が白いの。ワドと重ね着風というので見せてるんですけど、いかがでしょうか。これ白の方がいいんですかね。本当はなんか、まあでももう定着してますからね。あ、黒いの？黒が見えるのは、うん、あの、おっぱいが見えないようにこの首の詰まったのを着てるんですって。そうです。そういうことですよね。そうです。ないのに大きいからですよ。でかすぎる。でかすぎるからもうしょうがないな。で、あの真面目な話じゃスウェット戻りますが、はい、スウェット全部で5タイプあります。5種類で、クルーネックこの丸首に関しては2型ありますので、今日はその2型のご紹介、はい、で3型パーカーはまた今度メイティデイヤ来週、はい、ということで2型で夏をちょっと思い出してください。レギュラーシルエット、うん、ありましたね。ボールドシルエットありました。ということで2種類のシルエットがあったということを、まあ、見ててくれる人はきっとね覚えてくれているだろうということで、スウェットも2つの形を作りました。レギュラータイプ、ゴールドタイプ、2種類作りました。でデザインも変えました。では説明をしていきましょうか。お願いします。どうしよう、レギュラーからいこうか。レギュラー、はい。じゃあちょっと広げてもらっていいですか。はい、今私も着てるんですけどね。今しげぶるさんが着てるのがレギュラータイプ。ちょっと立って一回ほい、どんな、まあ、あ、見える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 、ちょっと、うん、大丈夫。レギュラーっていうのはまあ
普通のサイズっていう意味なんですけれども、まあこだわりという点で言うと、そうだな、全体で言うと丈の長さはちょっとね、普通のスウェットに比べると気持ち長めに作ってあります。これはバランス、横のこの身幅に対してのバランスで丈の長さを決めてます。それと腕のテーパーっていうのはな、こういつも言うけど太さ、もうあまりそこまで太くせず、そうですね、なんですけど動きやすさ、いつも言うね、その動きやすさっていう点ではラグランスリーブ、ここおーラグランだからか、斜めにはい入ってますね、セットインって言われるものとラグランスリーブっていうものなんだけど、まあどうでもいいじゃんっていう人もいるんですけれども、一応ね、物を作る側としてはね、理由付けが必要なんです。そして着心地を追求していくとそういうことも大事なんだよっていうところで、このレギュラーに関してはセットインではなくてこちらラグランを使用で腕が動かしやすくなっている。レギュラーシルエットでもちょっとだからボールドに比べると細いんだけど動かしやすいということになってます。でポケットなんかもつけてみました。そうついておりますよ、ここに。これはついてます左右に。で夏大人気だった T シャツのバックプリントを丸々前に持ってきました、はい、ちょっといい これが一番分かりやすいかな、グレーが。ちょっとアップで見てもらって、そんなに大きく主張はしてないんですけども、細ロゴっていうのなんて、細ロゴですね、アングラーズビッグジョンと、細すぎる太すぎる、大人も着れるという感じですかね、はい、まあいつもね釣りアウトドア街着、ヒデさんの風に言うとセディですけれども、誰が着てもっていう言い方ちょっと語弊になるけれども、おしゃれさんも普通の人も悪いことじゃないですよ。ダサい人が着てもいい、まあ万人受けする、そしておしゃれさんも着れるというデザインでございます。形がいいんです、形いいですね、着やすいんです、そう着てみてびっくり。まあこれいつもね、これあの物を作るときにいつも、ね、考えるのは着心地、大事で袖、左袖っていうのかな、シゲブルさんの、あこちらですね、はい、シャキーン、こちらワペーンをつけてます。ワペーンをワペーンがついてます。ワッペンじゃないですよ、ワペーンです。ワッペンですよね、あワペーンですね、はい、これ可愛いんですよ、これ可愛いですね、可愛いんですよ、凝ってるでしょ、はい、愛情の印ですよこれ、ワペンは、ね、ワペンはね、アングラーズビッグジョン、なんてやるシンス2022、生まれたてほやほやですね、うん、まあ、生まれたてほやほやというか、まあ最初の頃を見返せば、もともとは20数年前からあるブランドですけれども、リブランドということで、はい、この2022年夏から始めてるわけですね。まあ今回ね、そのスウェット、秋冬のカット素材のメイン、スウェットのレギュラー、はい、色が今シゲブルブルブルが着てるブルー、ブルーとグレー、グレー、いい木感だよ ね、こうなんていう、激しくもなく、うん、さらっともなく、ちょっとだけ木感が出てるっていう、はい、いい感じの木ですね、うん、で、あともう一色ブルーと黒、黒ですね、黒もね、これね、あの、なんていうかな、これ黒に黒のプリント、これね、あの、チャコールグレー、黒だとね、見えないんですよ、黒だと多分見えないから、これチャコールグレーにします、良い、
良き3色でございます。はい、はい、形は誰が着てもいい。あと女性におすすめ、これはこれいいですよ。なんでかっていうとやっぱり肩ラグランなんで別に気にならないじゃん。セットインだとずれたりとかいろいろそれにならない。あと丈の長さがどっちかっていうと膝が隠れる。そう、女性が着るとねちょっと丈長でね、チュニックとまでは言わないけれどもケツ隠しになるんだよね、うん、お尻隠れます。お尻でかいシゲさんにはちょうどいいんですか。はい、ちょうどいい、ちょうどいい、うん、いいと思いますよっていうのが、うん、これがレギュラーの丸首クルーネック、いかがでしょう。これ良いです。思ったほど、うん、思ったほど、うん、思ったより良いでしょ。良いです。すごい着やすい。これじゃあこのアングラーズビッグジョンの商品は着てもらうとね、うん、違うんです、うん、全部シンプルに作ってあるから、うん、ギミックがわからないわけですよ、うん、でもこうやって一個一個説明していくと全てのアイテムに何かが入っているというね作りをするわけですよ。おじさんがこれって、うん、ここにポケットがあるから、うん、切り替えが入ってるんですか。まあそういうイメージが一番強いですからね。見えないね、うん、あの意外とね、うん、あのスウェットで生活するときにパーカーってポケットあるじゃん。あります。でもあんま使わない。カンガルーポケットだと使えないで、うん、落ちちゃいますからね。そう、でもこういうポケットは使えるんだよ。使える、意外と。そうで手に何かこう突っ込みたくないよ、うん、っていうところでレギュラーはついております。で私が着ているのがボール、まあ、これ夏からの引き続きで身幅、さっきのレギュラーのこの横幅に対して大きくもっと出している。そして丈は今度逆にレギュラーよりも短くなっている。でスーパーシンプルなマメッチェ刺繍、刺繍や刺繍マメッチよ。どうよ、刺繍いいね。綺麗でしょう、うん、これ黒には白、グレーには黒、ちなみにこの辺です。はい。なるほど。横を見上げてください。そこにつけようと思ったんですけど、バランスが悪かったです。やっぱり。バランス悪い。はい。この辺に。もう着ると本当に見えないんですけど、まあちっちゃな。これぐらいがいいですよね。最近なんかね、あの、なんてアングラーズビッグジョンの夏の T シャツの中で一番人気これじゃん。これ完売しましたよね。もうないもん。ね、売れちゃったんだよ。でメーカーのメーカーっていうかアングラーズビッグジョンの在庫も全部なくなっちゃったね。だからで他のブランドも含めてだけど意外とこういうちっちゃいやつが今出てるんだって。でうちでもそういうのが売れてんじゃん、うんうん、そう、まあ今までが意外と強いのがあったんで、まあそれはそれで人気はあるんですけれども、まあ、こういうねシンプルなものもというところで、だから着方としてはセットインっていうさっき言ってもボールドなんで肩か本当はここにある線がもうだいぶ落ちます。うん、で身幅もごめん今触っちゃった。大丈夫、何も触ってません。ちょっとやだ。俺がやだ。こう身幅が大きい、身幅が身幅が身幅が、うん、多分ね皆さんだったらもう一個大きいサイズでなんかこう着た方が多分ヒデブルなんかは XL でダランダランに着るんじゃない。そうね、ダランダランにならないと思う。なんで、でかすぎて、でかすぎて、でかすぎて中にだと、でもこのサイズ感だとなりそうだね、うん、っていうこのね、クルーネックでもレギュラーボールドアングラーズビッグジョンはこの2シルエットをねうまく使いながらやっております。もちろん来週説明するパーカーもレギュラーとボールド2種類プラスワン、うん、みたいな、うん、隠し玉が、うん、隠し玉があるんです、うん、ということで、まあ今着てますけど似合ってますよ。これいいですね。普通に似合ってますよ。この水色、
これはまあサックスっていうかブルーっていうか、まあ一応ブルーと呼んでますけれども、なかなか見ないこの色、いいですね。まあなんか微妙な色いつも出す、ね、そう、夏はミントだったけどこのブルーもなんだか新鮮な気がする。着てるといいんじゃない？ね、悪くないですね。うん、悪くないですよ、もちろん、うん、あの帽子と今合ってますよ。そう、これね、ちょっと横見てもらっていいですか？こちら、うん、いいです。すごい可愛いよ今、ね、今もうちょっと向こう向いて、横、もっと向こう向いて、ここ、あ、もっと、すごい可愛かった。ちょっと待って、うん、どういうこと、どういうこと、どういうこと、まあね、まあまあまあ、ありますよ、わかります。俺も人のこと言えないんで3月してるだけですからはい、まあ2種類のスウェット、レギュラーボールドとありますので、またぜひお店の方に来てもらって見てもらう、もしくはまあ今こうやってね見てわかるんで、ぜひしげさんもこれいいな、立ってもらっていいですか？はい、立ってます、今立ってます、立ってます、今立ってます、立ってますけど、今立ってます、何がですか何を言わせたいんですかね、ボールドは横が、はい、あ、これある、丈は短い、レギュラーはそんなに太くないけど丈は長い、でラグラン、肩動かしやすい、動かしやすい、これめちゃくちゃっていうような感じでございます。はい、はい、じゃあ今日は先週ね好評だったんですよ、食べ物ランキング。うん、ちょっと待って、また来るよそれ、最初にやればよかったんだけどね、また来る、最後に食べ物ランキングだってもうやっちゃったじゃん、だから食べ物ランキングじゃないやつをやればいいんじゃないの。では好きな飲み物ランキング、飲み物ね、まあ3、2、1といきましょうか、はいはい、じゃあ俺から第3位、はい、あー悩むなこれは、第3位レモンサワー酒酒お酒きたレモンサワー第3位、私いいですか、うん、コーラ、え、もう出ちゃうの、うん、え、うん、1位じゃないの、1位じゃない、あれ1位じゃないです。第2位ビール、お、また酒あらまあ、まあ、ここの2つはもう譲れん、譲れん、うん、もうだってこれがなかったら生きてけんもん、うん、あの一日の終わりの締めはこの2つがあっておやすみなさいです。あ、両方飲むんですか、はい、ビール飲んでレモンサワー飲んで、そうです、最高でございます、もうね唯一 の休息の時間でございますから、はい、幸せでございます。はい、第2位は、はい、ココティのストレートです。ああ、なるほどね、はい、あれってさ何年ぐらいあるんだろうね。ずっとですよね。だって、まあ俺の変な話、ちっちゃい時からあるような気がするんだけど、うん、ってことは40年とかあるの、もっとあるの。だって俺あるんだよ。ちょっと今度調べてみましょう。私あれのすごい番外編なんですけど、うん、あれを使った焼酎割りを出してるお店があって、居酒屋さんで。琥珀色のときめきって言うんですよ。それがすごい好きでした。若い頃。琥珀色って何なの？琥珀色のときめき。茶色ですね、茶色。あ、でも美味しいかもしれないね。だってウーロンハイとかあるじゃん。コーヒーはないか。でも。でもコーヒー好きな人いますよね。お酒飲みながらコーヒー飲む。え、知らない。知らない。あ、でも俺コーヒー好きだからやってみようかな。あったかい？冷たいの？冷たいの、酸素は冷たいのでしたけど、でも全然、でも紅茶は合いそうだね、紅茶はね、アイスティーは合うかもしれない、うん、もう止まらない、だから良くないです、進んじゃうから、すいません。じゃあ第1位、私お水、え、お水、炭酸は、炭酸でもこの半年くらいでやめた。そういえば炭酸水じゃないですね、あのずっともうここ10年ぐらい炭酸水ばっか飲んだんだけど、うん、うん、やめた。あのね、炭酸水って体にいいんだって言ってましたよね、うん、あの血流がすごい良くなったり、うんうん、胃が活発になって腹減りすぎちゃうで、うん、あー、そうなんだ、そうなので、ね、食っちゃうんですね、うん、まあ、血流が良くなることは肩こりが良くなったりとかね、うん、そういうのはいいんだけれども、
ちょっとねお水に変えて新陳代謝を良くするとか、うん、まあいろんなことも踏まえてお水に今、まあ、基本でもどのお水でもいいです。ただイロハスなんかしないには買っちゃうけど、うん、イロハスなんかわかんないけど、うん、2リットル買ってずっと飲んでますよ。なんか水だね最近すごく水を飲むね。お腹空いたら水だし、うん、水究極は水なんですよ俺。だからその前あの炭酸水をずっと飲んでる前はずっと水ですから、そうなんですね、で炭酸水になってまた水に戻ったっていう。戻っただけですね。水ですね、はい。え、ちょっと待って1位、うん、待って全然思い浮かばない。最近の1位です私は。ない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 。最近の1位はボスのレモンティー。ボスのレモンティー、そんなのあるの？あるんです。あそこの自販機にありますよ。基本じゃん紅茶が好きだっていうことね。紅茶がね、まあね、ティーバッグはあんまり入れませんけど、ティーバッグ入ってんの？おパンツじゃないですおパンツじゃないですよ。ティーバッグで紅茶を出しちゃう。そうです。はい、落ちました。はい。はい、ということで今日は、スウェット。ヒゲさん風に。よくやってるよね、こうやって。まあでも、あいつ言葉がさ、出ないからさ、体を起こしかないからね。あのレギュラーのラグラン。はい。ランクラン。ボールドのセットイン。ってことで、2種類ご紹介します。豆乳首とこれ何？ボソロゴ？そうだね、はい、ハンガーディレクション。まあそんなに主張せずということでね、これいいですよ本当に、はい、うん、ぜひお店の方であったり、あとね、ネットの方でもいろいろ写真は掲載しております。はい、ぜひ見てください。はい、はい、じゃあ今日はそのところで。ちょっとやっぱヒデさんいないと寂しい。そりゃそうですよ、あのデカブツがデカブツがいないといじれんもんね。いじれんです。何もいじれんもんね。そうです、まあ、ちょっとまあ来週には復活していることをはい祈って、まだこれ死んでませんからね祈りながらはい、やっていきたいと思います。今日ちょっと2人であんまり面白くなかったかもしれないですけど、逆に見てくださいね。はい、ね、もっと乱れるかなと思ったけど意外と普通でしたね普通でしたね、意外と、はい、普通ですよ、はい、ということで、はい、はい、それでは、アングラーズビッグテンチャンネルは今日はこの辺でということで、いつものヒデさんのやつを、なんだっけヒデさんのやつチャンネル登録と高評価、うん、できましたらコメントの方もよろしくお願いします。はい、それではまた来週。ヒデさん待ってるよ。早く帰ってきて。